俳優、坂井雅人、49、主演の TBS 系日曜劇場、ビバン、次回10日は5、9、30、で現場監督を務める同局の宮崎陽平氏が5日、自身の X、旧 Twitter を更新。警視庁公安部の刑事、野崎守、阿部寛の仲間、ドラム、富江ドラムのキャラクターのイメージについて、エピソードを綴った。宮崎氏は、キャラクターのイメージは僕とドラムに任されてましたが、参考にしてたのは、ミスター・ビーンとちいかわちゃんです、と打ち明け。さらに、ドラムの携帯の待ち受けは今もちいかわ、と綴った。この投稿に、ドラムさんって、じっと見たら、超かわいい、まさかのちいかわ、面白さとかわいさとシュールさと、ドラムさん、大きいのに表情仕草でかわいく感じたのは、ちいかわがイメージされていたからなのですね、プチ情報ありがとうございます、などの声が寄せられた。